こんにちは。歴ショックです。今回は、武田24将の生涯について、一人一人紹介していきます。武田24将とは、江戸時代以降、講談や軍記などで高い評価を得た24人の武田家臣を指す言葉で、戦国時代に実際に使われていた用語ではありません。それでも、武田信虎、信玄、勝頼の3代に仕えた様々な人物が選ばれ、一人一人が戦国最強と謳われた武田氏にふさわしい活躍を見せています。武田24将は、24人中18人が戦場で戦死、もしくは処刑されており、そのうち7人が長篠の戦いで戦死していることからも、戦での損害がいかに武田氏にとって痛手だったかを物語っています。今回は、武田氏を支えた24人の武将を、一族衆、前期、後期の3つに分けて、一人ずつ紹介していきます。兄の信玄を立てて、武田氏の屋台骨を支える。武田一門衆の武将。武田一族からは、信玄の弟3人、及び姉婿にあたる穴山信忠が選ばれています。穴山信忠は、武田一族の穴山信友と武田信虎の娘で、信玄の姉にあたる南昌院殿の子として生まれました。幼い頃は甲府に人質として置かれており、1558年、17歳の頃に家督を相続し、信玄の次女、元昌院を正室に迎え、1561年の第四次川中島の戦いでは、信玄の本陣に詰めています。穴山氏は、甲斐南部を代々利用していたことから、今川氏と関係が深く、信忠が本格的な活躍を見せるのも、信玄の駿河侵攻の時です。駿河侵攻では、信忠は今川家臣の調略を担当し、寝返った今川家臣の人質を自領で管理するなど、中心的な役割を担っています。また、駿河侵攻に際し、徳川家康との同盟交渉を担当したほか、浅井氏、六角氏、三好氏など、畿内の反信長勢力との取り次ぎを務めるなど、武田氏の外交役としても活躍しました。家康と信玄の戦いが始まると、信忠は家康方の旧今川家臣を調略したほか、信玄死後の勝頼による遠江高天神城攻めでは、勝頼に代わって攻撃の指揮を取って落城させており、謀略、外交、軍事すべてに精通した武将だと言えます。長篠の戦いでも、長篠城の包囲で活躍し、城外に出た鳥居強右衛門を捕縛するなどしましたが、勝頼の織田徳川軍との決戦方針には反対し、本戦ではあまり活躍することなく敗北しました。その後は、戦死した山形正景に代わって駿河江尻城代となり、武田氏の駿河、遠江支配の中心となるも、1581年に、嫡男の勝千代と勝頼の娘との縁談が破談となったことで、武田氏との関係に亀裂が入ります。翌年に、織田徳川軍の甲州征伐が始まると、勝頼を裏切って家康に降伏し、駿河江尻城を開城し、信長とも対面して所領を安堵されました。その後は、武田氏の名跡の継承を宣言し、家康と共に信長の安土城を訪問しますが、本能寺の変後の落ち武者狩りに遭い、武田氏滅亡から3ヶ月後に命を落としました。一条信達は、武田信虎の七男として生まれ、18歳年上の兄、信玄の命令で、開元寺の名族、一条氏の名跡を継承しています。一門衆のため、戦場で前線に立つことは少なく、武名を挙げる機会には恵まれなかったものの、信玄からは力量を評価され、田中城、駿府城など、駿河の重要拠点の城代を任されました。松永久秀や本願寺など、畿内の諸勢力との外交も担当したほか、長篠の戦いでは、織田軍の佐久間信盛勢と激闘を繰り広げ、敗戦時には、戦場に留まって味方の撤退を助ける、文武両道の活躍を見せています。しかし、甲州征伐では、駿河から侵攻する徳川軍を支えきれず、甲斐に撤退し、居城の上野城も落とされ、嫡男の信成と共に討ち死にしたとも処刑されたともされ、43歳で亡くなりました。天球の名でも知られる武田信繁は、武田信玄の4歳年下の弟で、母の信玄と同じ大江の方であり、信玄に血筋的に最も近い一門衆です。父の信虎は、信繁に家督を譲ろうとしていたとも言われていますが、信繁は兄に従う道を選び、信玄と協力して、信虎を駿河に追放するクーデターを成し遂げています。
信玄の家督相続後は、当時は数少なかった一門衆として信濃の攻略に従事し、主に諏訪市、高遠市討伐で活躍しました。1551年には、信玄の嫡男、武田義信との家督争いを避けるために、武田親類宗の吉田氏に形だけ養子に入っており、信玄と同格の血筋を持つ自分の格を下げることで、家中の分裂を未然に防いでいます。また、自身の嫡男の武田信豊には、信玄への忠誠を説く99箇条の家訓を残しました。中国古典を引用した家訓は、信繁の教養の高さを表しており、自身の利益ではなく、武田氏の繁栄を第一に考えた理想的なナンバー2だったと言えます。武田氏が信濃を手中に収めた後は、北信濃に駐留し、多くの親類衆、機関を配下に抱えて川中島一帯を抑え、対上杉謙信の中核となります。信繁は、武田軍の副将的立場にありましたが、最大の激戦となった第四次川中島の戦いでは、上杉軍の前に防戦一方となる武田藩軍を支え続け、36歳で討ち死にを遂げました。武田一門の筆頭であった信繁の死は、エリンジの海戦勝機が、惜しむべきして名を惜しむと書状に残すほどで、この後の武田氏の家中統制にも影響を与えることとなりました。武田信門は、信虎の六男として生まれ、生母は、信玄、信繁と同じ王位夫人とされていますが、信玄とは11歳の年の差があり、定かではありません。1548年、16歳の頃から、主に諏訪地方の支配に関わっており、兄の信繁の死後は、信玄の補佐役として、一門のまとめ役となりました。信門には絵師としての才能もあり、父の信虎、母の王位夫人の死後には二人の絵も描いており、他にも信門直筆の絵が残されています。信門は、一門衆筆頭として、信濃深志城代、高遠城代を務め、1573年には、信玄の死をきっかけに出家して、昭陽県と交しました。信玄の死後、武田信虎が帰国を望んだ際には、居城の高遠城に引き取り、信虎は、1574年に、高遠城で生涯を終えています。長篠の戦いでは、信門は山形正景に続いて攻撃を加えるも敗れ、1581年には、甥の仁科盛信と代わって、高遠城から南信濃の防衛の拠点、大島城代に移っています。しかし翌年、伊那から侵攻した織田信忠の大軍を前にして、戦わずして逃亡し、武田氏滅亡のきっかけを作り、自身は甲斐で織田軍から逃れ潜伏生活を送りました。その後、織田軍が甲斐に侵攻すると捉えられ、勝頼の死の13日後に処刑され、武田氏滅亡とともに生涯を閉じています。信濃侵攻で活躍し、武田氏の飛躍の原動力に、信虎時代から活躍した家臣たち。武田24将は、武田信虎、信玄の時代に活躍した人物と、勝頼の時代まで活躍した人物に大きく分けられ、前期の武将は、甘利虎安や板垣信方など、一騎四天王と呼ばれる人物たちが中心です。甘利虎安は、武田一騎四天王の一人で、板垣信方と共に、信玄の家督相続直後は家中トップの地位にあったとされます。しかし、実際の活躍の記録はあまり残っておらず、紅葉軍艦では采配ぶりを称賛されているものの、目立った先行は、1547年に、信玄が信濃佐久郡を攻撃した際、援軍に来た関東管領上杉憲政を打ち破った程度です。1548年の村上義清との戦い、上田原合戦で、板垣信方と共に討ち死にを遂げ、50歳で生涯を閉じました。息子の甘利正忠も、武田24将に数えられることもあり、父の後を継いで、関東、美濃の勢力、さらには上杉家臣の北条高広の内通を仲介するなど、軍事だけでなく、外交面でも活躍を見せています。板垣信方は、信玄の父、武田信虎の時代から宿老として仕え、信玄の森役も務めており、信虎、信玄の親子間の対立では、信玄擁立の中心となった人物です。信濃攻略にも、大将として何度も出向いており、諏訪上原城主として、武田氏の信濃進出の最前線を担っていました。信玄が佐久郡に侵攻した際には、山内上杉憲政の援軍を甘利虎安と共に打ち破っているものの、
上田原の戦いで村上義清によって討ち取られ、59歳でその生涯を閉じています。この板垣信則が後を継いだものの、後に信玄から戦での不手際などを咎められ、謹慎処分とされた挙句殺されました。しかし、信則の子、乾政信が山内一豊に召し抱えられ、後に土佐藩士となり、明治維新の元勲、板垣退助に繋がっています。小畑氏は、もともとは遠江の出身で、虎森の父、小畑日常が武田信虎に仕えて足軽大将となったのが、武田家臣小畑氏の始まりです。虎森は、父の討ち死に後、信虎の下で今川氏、北条氏と戦い、その戦功を評価され、虎の字を与えられ虎森と名乗り、鬼虎の異名で知られるようになりました。他国出身ながら、信虎、信玄から重用され、武田五名臣と呼ばれる足軽大将の一人になっています。同じく武田24将の一人である原虎胤と共に各地で活躍し、信玄が出家した際には、原虎胤と共に後を追って出家しています。晩年は、海津城に入った高坂正信の下で副将となり、対上杉氏の一翼を担いましたが、第四次川中島の戦いを目前に、1561年に70歳で亡くなりました。小部虎正は、海源氏一族である小部氏の嫡男として1504年に生まれ、1531年には、武田信虎に謀反を起こすも敗れて降参したという過去を持っています。その後は、板垣信方、甘利虎安らと共に、信玄擁立の中心となり、信玄の下で、村上義清や上杉謙信と激闘を繰り広げる一方、信玄の嫡男、武田義信の森役も任されています。第四次川中島の戦いでは、上杉軍の背後をつく別動隊の一員として戦い、北信濃で戦がなくなると、真田幸綱らと共に、神津家方面に活躍の場を移していきました。しかし、武田義信が今川氏との手切れを選択する信玄と敵対すると、虎正は義信に味方し、謀反の責任を取る形で、1565年に自害し、61歳で生涯を閉じます。義信は、虎正の死の2年後に自害し、弟の正景は山形氏を継いだため、小部氏は断絶することとなりました。真田幸村の祖父にあたる真田幸綱は信濃の国衆で、当初は雲の一族の一員として武田信虎と敵対し、雲の平の戦いで敗れ、神津家に逃れていました。幸綱は、雲の思想領の雲の宗綱とは別れ、箕輪城主の長野成政のもとに身を寄せていましたが、信虎が信玄に追放されると武田氏に出仕します。信玄からは、丘陵の真田号復帰を約束され、信玄が苦戦した村上義清の砥石城を、調略をもって独力で落城させ、丘陵復帰を果たしました。幸綱は、信濃から神津家方面へ勢力を広げ、岩櫃城を築いて神津家吾妻郡一帯を支配下に収め、信玄からは、戸様の国衆ながら、不代家臣並みの扱いを受けるまでになります。第四次川中島の戦い以降は、嫡男の真田信綱に家督を譲り、北信濃、神津家方面の抑えとなり、信玄の死の翌年、1574年に61歳で亡くなりました。ただ光頼は、元は美濃出身の浪人で、武田信虎に召し抱えられ、他国出身ながら重く用いられた、武田五名臣の一人に数えられています。光頼が特に武名を挙げたのが、武田軍が佐久の志賀城を攻めていた際に援軍に駆けつけた関東管領上杉則政との間に起こった小田井原の戦いです。光頼は、甘利虎安、板垣信方、横田隆俊と共にこれを撃退し、翌年の小笠原長時との塩尻峠の戦いでも活躍し、信玄から感情を与えられています。しかし、上杉謙信との戦いが激しさを増していた頃には、光頼はすでに病床にあり、戦場に出ることはかなわず、第四次川中島の戦いの2年後の1563年に亡くなりました。原虎胤は、元は下宇佐臼井の原一族出身で、お弓公方足利義昭に没落させられたため、浪人として甲斐に流れ着き、武田氏に召し抱えられました。武田家臣として参陣した今川氏との戦いでは、北条綱重の父、串間正成を討ち取ったともされており、足軽大将として武田五名臣の一人に数えられるまでになります。虎胤は熱心な日蓮宗信者で、
日蓮宗と浄土宗の宗論が起きた際にはこれに加担し、信玄からの回収命令を拒否し、一時北条氏のもとへ出奔したこともありました。その後、江総帥三国同盟成立に伴い帰参するも、1561年の信濃有ヶ岳城攻めで負傷し、第四次川中島の戦いには参加できず、1564年に67歳で亡くなります。戦場ではなく畳の上で死ぬことを悔いて、必ず身を捨て、武道を稼ぎそうらへと遺言を残し、後を継いだこの原盛種は、父の遺言通り、長篠の戦いで戦死することとなりました。武田信玄の軍師として名高い山本勘助は、かつては実在すら疑われていましたが、一次資料の発見が相次ぎ、現在は実在が確実視されています。もっとも、参謀的な意味での軍師のイメージは、江戸時代以降の創作で、公用軍艦では、城郭の縄張りの名人、合戦の吉兆を占う軍配者、軍勢を率いる足軽大将など、いろんな特技を持つ人物だとされています。勘助は若い頃から諸国を流浪し、板垣信方によって城の縄張りの名人として推挙され、1544年に武田氏に召し抱えられ、戦でも活躍しました。信玄の命を受けて、北信濃の諸将との連絡役を務め、武田五名臣にも数えられましたが、第四次川中島の戦いで討ち死にしています。公用軍艦では勘助の活躍は多く描かれているものの、公用軍艦自体が武田勝頼の利用派側近、跡部勝助らをいざめるために、武断派諸将の活躍を強調して描いたもので、利用派家臣の活躍はほとんど記されていません。こうした利用派家臣の功績が、単なる武田家臣の一人、山本勘助に集約され、軍師山本勘助像が出来上がったと考えられています。横田高利は、伊勢出身の浪人で、信虎の代に武田氏に仕え、武田五名臣に数えられる足軽大将となりました。関東管領上杉憲政との戦いでは、板垣信方や甘利虎安らと共に奮戦し、武田軍の勝利に大きく貢献しています。その後、村上義清の砥石城攻めで、信玄が砥石崩れと呼ばれる大敗を喫した際に、新狩軍を務め、撤退戦の最中に討ち死にしました。高利には女子しかいなかったため、原虎胤の子、安影が、婿養子として横田氏の名跡を継ぎ、その子の横田忠利は、武田勝頼の時代に高天神城防衛などで活躍し、武田氏滅亡後は、徳川家に旗本として仕え、江戸時代以降も続いています。武田氏の全盛期を築くも、長篠の戦いで命を落とす。勝頼時代まで活躍した家臣たち。武田勝頼の時代まで活躍した武田24将は、山形正景など、武田四天王が中心となっており、多くが長篠の戦いで戦死しています。秋山虎重は、当初は、信玄の信濃侵攻に従って、北信濃の村上義清の居城、桂尾城の戦後処理などを担当していました。やがて、武田氏が南信濃の稲郡などに勢力を広げていくと、虎重は飯田城に入り、稲郡の支配を担当するようになります。そのため、国境を接する美濃、遠江、三河方面の外交を担うようになり、桶狭間の戦い前から織田信長とも接触していました。駿河侵攻では、別動隊を率いて稲から遠江へ侵攻し、信玄の西上作戦でも、山形正景と共に、信濃から遠江、三河方面へ侵攻しており、信玄の本軍とは別に、独自に軍事活動を行うことがほとんどでした。1573年には、東美濃の遠山氏の要請に従い、信玄の指示のもと、美濃岩村城に入り、織田氏とも直接刃を交えるようになります。虎重は、岩村城主の遠山景藤の未亡人で、織田信長の叔母にあたるお通夜の方を妻とし、岩村城代として、対織田氏の最前線を担っていましたが、長篠の戦いで武田氏が敗北すると、織田氏の反撃にさらされます。長篠の戦いの翌月には、岩村城は包囲され、半年にわたる籠城戦の末、城兵の除名を条件に解城するも、城兵は織田氏に皆殺しにされ、虎重も捕獲されます。虎重は、お通夜の方と共に岐阜へ連行され、長良川で逆さ張り付けにされて処刑され、48歳で生涯を閉じました。小畑政盛は、武田24将の一人で、鬼虎の名で知られた小畑虎盛の子で、政盛の代に、姓を小畑に改姓しています。
信玄からは、鬼の子の嫁には鬼の娘がふさわしいとして、鬼美濃の名で知られた原虎胤の娘を妻とされています。政盛は、1561年に海津城の副将だった父の死を受けて海津城に配置されましたが、前線部隊ではなく信玄の旗本であることを強く望み、訴えを起こし、信玄の怒りを買って所領を没収されました。武田勝頼の取りなしによって小六の旗本として再び召し抱えられたものの、父以来の領地は叔父の小畑光盛に与えられています。その後は信玄の旗本部隊の鉄砲衆の一員とされるも、目立った活躍はなく、武田氏滅亡時にも病気にかかっていて戦に出られず、最後は勝頼に根性の糸まごいをして武田氏滅亡の5日前に病死しています。政盛の三男が甲州流軍学の祖である小畑景憲で、景憲は甲陽軍官を成立させ、武田氏の武名を後世に伝えることとなりました。小山田信繁は甲斐東部の郡内地方の領主、小山田信有の次男として生まれ、1565年に兄が病死したことで家督を継ぎました。信繁は国境を接する北条氏との取り次ぎを務めた一方、郡内の土豪の家臣化を進め、文武両道の優れた教養人と自画自賛するほどだったといいます。駿河侵攻においては、主に北条氏との戦いで活躍し、武蔵滝山城、八方城、伊豆韮山城攻撃などに従事しました。三方ヶ原の戦いでは先陣を務め、長篠の戦いでは武田勝頼の身辺を護衛して退却したものの、多くの重臣が討ち死にする中、生き残った自分を恥じていたと伝わります。1578年の上杉氏の内紛、御盾の乱では、上杉景勝の取り次ぎを務め、光悦同盟の交渉、勝頼の妹、菊姫の上杉景勝への腰入れを担当しました。その後は、関係の悪化した北条氏の対応を軍内で担当していましたが、信長の甲州征伐が始まると、勝頼に従って、諏訪上原城まで進軍しています。この時、御盾の乱で、上杉景勝から賄賂を受け取った、跡部勝助ら名臣のせいで、武田氏が苦境に立たされていることを嘆く書状を残しています。それでも、甲斐への撤退後は、勝頼の小山田領退避を承諾しており、まだ重臣として武田氏に従っていました。しかし、土壇場で勝頼を裏切り、勝頼を領国から締め出して滅亡に追いやったものの、織田氏からは裏切り者として降伏を許されず、一族もろとも処刑され、43歳で亡くなりました。高坂正信は、甲斐の豪農、春日氏の出身で、信玄に寵愛され、武田氏重臣に取り立てられていきましたが、信濃の高坂氏に養子に入ったものの、高坂正信という名を名乗った事実はなく、春日虎綱が正式な名となります。当初は信玄の使い番を務めていましたが、信玄の信濃侵攻の過程で徴用されるようになり、1560年頃に川中島に海津城が築城されると城代となり、対上杉氏の最前線を任され、家中最大の軍役を担うまでになりました。第四次川中島の戦いでも、別動隊に属して上杉軍と戦いましたが、その後は北信濃での上杉氏の抑えの役目がほとんどで、駿河侵攻、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いには参加していません。長篠の戦い後は、武田氏天皇のたった一人の生き残りとなり、1578年に起きた、御盾の乱での上杉景勝との和睦交渉では、武田信豊と共に交渉を進めましたが、和睦の成立を見ることはなく、1578年に51歳で亡くなりました。三枝森友は、本名を三枝正貞と言い、森友の名は、後世子孫が、平安時代以来の三枝氏とのつながりを主張するために、森の通字を勝手につけた名で、本人が名乗った記録はありません。父の三枝虎義が、山形正景の頼子として活動しており、森友自身は信玄の側近として仕え、真田正幸らと共に、信玄が両目の如しと称されました。信玄の旗本として、弓州の指揮官になった一方、山形正景の娘婿ともなり、山形の姓も名乗っています。徳川氏との戦いで、遠江方面を転戦するも、長篠の戦いでは、飛びの巣山砦を吸収した酒井忠次と戦って討ち死にし、37歳で亡くなりました。森友が討ち死にした時は、父の虎吉は存命で、武田氏滅亡後は徳川氏に仕えています。
森友の兄弟で唯一生き残った三枝正義が後を継ぎ、三枝氏は後に一時的に領地が1万石を超え、大名に列するまでに繁栄することとなりました。真田信綱は、真田幸綱の嫡男で、真田正幸の10歳上の兄にあたり、1567年頃に父から家督を相続して、真田氏当主となりました。信綱は、父の後を受けて光月岩櫃城主となり、高坂正信らと共に北方の上杉氏と対峙し、信濃先方衆筆頭として、父同様、信玄、勝頼から信頼されていました。駿河侵攻では、信濃を離れ、先陣として今川軍と戦い、北条氏との御蓋峠の戦いでは、信狩軍として北条軍を蹴散らす活躍を見せています。父の死の翌年の長篠の戦いにも、弟の真田昌輝と共に出陣しましたが、弟と共に討ち死にし、38歳で生涯を閉じました。信綱には実子がいたものの幼く、信濃の要である真田氏を任せられないとして、弟の真田昌幸が家督を継ぎ、武田氏滅亡後も独立大名として続いていくこととなります。土屋正嗣は、武田家臣の金丸筑前の神の子として生まれ、真田昌幸や三枝森友らと共に信玄の側近となり、その中でも特に信玄に可愛がられていた人物です。信玄の夜伽の相手を務めていたとも言いますが、武将としても有能で、第四次川中島の戦いでは、累陣にもかかわらず、信玄のそばを離れずに、本陣まで攻め入った上杉謙信から信玄を守りました。1569年に、武田氏では40代でなるのが通例だった侍大将に、側近では唯一、20代で就任しており、甲斐の名門、土屋氏の名跡を継承し、武田氏の次世代の筆頭格として台頭しました。三方ヶ原の戦いでも、徳川十六神将の一人で、鳥居元忠の弟の鳥居忠広を、一騎打ちで討ち取る活躍を見せています。長篠の戦いでは、織田軍の馬防柵を次々と打ち破って突撃したものの、鉄砲で撃たれ、30歳で亡くなりました。正嗣の後は、弟の土屋正恒が継ぎ、正恒は、天目山の戦いで、武田勝頼を守って亡くなったものの、この土屋忠直が大名に取り立てられ、土屋氏は幕末まで続いています。内藤首里の名で知られる内藤正豊は、実際は正秀と名乗っており、武田信虎の重臣、工藤虎豊の次男として生まれましたが、父は信虎に殺され、兄も信虎から逃れて相模に出奔していました。正豊は、信玄に側近として仕えて頭角を現し、第四次川中島の戦い後は、信濃深志城代を任され、1569年頃に、断絶していた内藤氏の名跡を継ぎ、内藤正秀を名乗りました。1569年に行われた、北条氏との御蓋峠の戦いで、武田氏の西光月支配の中心となっていた、箕輪城代の浅利信胤が戦死したことで、後任として箕輪城代となります。正豊は、信玄の副将格として各地で活躍し、信玄死後も、勝頼の下で西光月支配に当たっていましたが、長篠の戦いで、同じ四天王の馬場信春と共に、勝頼の撤退を支援し、討ち死にを遂げました。不死身の鬼美濃の名で知られる馬場信春は、美濃時氏の一族で、甲斐に土着した狂雷氏の出身で、当初は狂雷氏影政と名乗っていました。信玄の家督相続時から各地で活躍し、上田原合戦で板垣信方らが戦死した後の軍備再編の一環で、断絶していた武田氏重臣、馬場氏の名跡を継ぎ、譜代家老の一人となります。1550年には、信濃守護の小笠原長時を追った後の深志城に入り、原虎胤と共に城代を務め、信濃統治の一翼を担いました。後に、北信濃の牧の島城に移り、高坂正信と共に、主に越中、飛騨方面の外交を担当するようになります。駿河侵攻以降は、駿河、遠江に活躍の場を移し、北条氏との御蓋峠の戦いでは先陣を務め、三方ヶ原の戦いでは、敗走する徳川軍を浜松城下まで追い詰める戦功を挙げました。長篠の戦いでは、武田軍の右翼部隊の中核を務め、織田氏の佐久間信盛軍に対し優位に戦いを進めるも、数に劣る武田軍は次第に押され、最後は内藤正豊と共に、勝頼の撤退を助け、討ち死にを遂げ、60歳で生涯を閉じました。原正胤は、武田五名神の原虎胤の原氏とは別系統で、
武田氏の不代家臣であった父の後を継いで、戦況報告などを行う陣馬奉行を務めていました。信玄の側近として、旗本の陣取りを信玄と相談して行うほど信玄に近く、神津方面への取り次ぎを務めたほか、駿河侵攻後は、甲斐と駿河をつなぐ重要拠点、駿河大宮城の城代も務めるなど重用されます。旧今川家臣の朝比奈信興や松井宗常の取り次ぎも務めていましたが、ほどなくして、原因は不明ながらも失脚しており、1572年に復帰を果たしています。正胤は長篠の戦いで戦死し、後を長男の正秀、三男の定胤が継ぎ、定胤は武田氏滅亡後は越前松平家に仕えました。定胤は大阪の陣にも参加しており、旧知の真田幸村を越前松平家が討ち取った際には、幸村の首実験を行ったと伝わっています。山形正景は武田義信の森役を務めた小生虎正の弟で、信玄の近従から四天王の一人に数えられるまで出世を果たしました。信濃侵攻で次々と戦功を挙げ、源氏郎の赴くところ敵なしと呼ばれるほどになり、兄の虎正に勝るとも劣らない活躍を見せます。1564年には飛騨侵攻の指揮を取り、三木氏などを下し、この頃には兄に並んで家老に列しています。しかし、1565年に、兄の虎正が織田氏との提携に反対する武田義信と共に謀反を計画すると、この陰謀を自ら信玄に密告して兄を死に追いやり、同時に姓を小生から山形に変更しました。正景は外交でも活躍し、対上杉氏で会津の芦名氏との取り次ぎを務めたほか、駿河侵攻に際しては徳川家康との取り次ぎも務めています。家康との戦いが始まると、駿河、遠江の軍勢を統括し、三河の奥平氏などを配下に収め、武田軍の中心となって徳川領を蹂躙しました。信玄死後も、引き続き家康との戦いの中心となり、勝頼指揮下で行われた1572年の三河出兵では、別動隊を率いて三河を荒らし、家康を三河東部の吉田城まで追い詰めています。長篠の戦いでも一番隊を率いて突撃したものの、織田徳川軍の鉄砲を前に後退し、敗走途中に討ち死にを遂げ、その生涯を閉じました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは、ツイッター、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。